決めたきっかけは、なんか本当はもともとは、保育園が変わらなくていいように、投資で行ける保育園を希望していたんですが、全部落ちてしまいまして、で市の方に相談したところ、なんか小規模保育園もいいよっていうことで勧めていただいて、入園を決めました。はい、いろいろな保育園を見学させていただいた中で、ここの東洋キッズさんも、見学に来た時に、まあ、その子供を保育園に入れるっていうことも初めてだったので、どういうふうに過ごすのかとかが分からない不安な中で見学を進めてたんですけど、このトイロキッズに見学に来た時に、先生たちが一緒に遊んでっていいよって言ってくれて、その初めて保育園のお友達と一緒に見学に来ただけなのに一緒に遊ばせてもらったんですね。でそこで息子が遊んでる姿を見て、初めて保育園でこういう風に過ごすんだっていうリアルなイメージが湧いて、嬉しかったなっていうのを覚えてます。で先生たちが前から通ってるみたいだねって言ってくれて、息子もすごく楽しそうにそこでお友達と遊んでたので、小規模保育園に入るっていうのを決めた時に、もうトイロキッズさんに入れてもらえたらいいなって思ったのを覚えてます。なんかその小規模保育園に通ってみて思ったのは、すごく人数が少ないので、年上の子もいたり年下の子もいたり、今の息子が一人っ子なので、いろんな学年の子と一緒にずっと過ごせているのがすごく良かったなっていうふうに思いました。でなんかいつも先生も含めて大きな家族みたいに楽しく毎日を過ごせていたので良かったなって思います。であとはまあ小さいので、今日会ったこととかまだ全然説明できない時に、なんか先生たちが今日会ったことをすごく丁寧にいつも教えてくれて、安心しましたし、楽しそうに過ごしてるんだなっていうのが分かって良かったなというふうに思っています。息子には人の気持ちが分かる優しい子になってほしいなっていうのを思っています。ありがとうございました。